どうもタブヤンです。この音楽来ました、任天堂スイッチで来ました、ドラゴンクエストライバルズ。スマートフォンなどで配信されておりましたドラクエライバルズ、ついに本日任天堂スイッチでも遊べるようになりました。このスマホっぽい指でタッチするとすでにプレイしている方は連携、私はスイッチのみで、おっと操作がおぼついてね、利用規約に同意、やっていきたいと思います。メンテナンス中でしたが遊べるようになりました。名前を入力、来ました。アメリアさん、タブヤンさん、はじめまして、あなたをお待ちしていました。私の名前はアメリア、この世界であなたをご案内するナビゲーターです。私の遥か後ろにそびえる高い塔が見えますでしょうか。あれは神様に選ばれし勇士だけが入場を許されるバルカドの塔。あまたの冒険者が旅をし魔物と戦った記録、冒険の書と呼ばれるものを全て保管している神聖な場所なのです。あなたのようにあの塔へ招待された勇士は、それら冒険の書に記録された冒険者や魔物を呼び出すことができるんですよ。そうして呼び出した仲間たちはこの不思議なカードを使うことであなたと共に戦ってくれます。そうです、ドラクエライバルズはカードバトル、ドラクエ。世界中から集まったプレイヤーたちがカードを使ったバトルを繰り広げるライバルズの世界へようこそ。さあタブヤンさん、バルカドの塔でのカードバトルへご案内してよろしいですか。もちろんだ。さすがタブヤンさん、あなたのような勇気ある方を待っていました。カードバトルの世界へようこそ。この世界のルールに慣れていただくために、最初は私の方でお仲間をご用意します。戦士のデッキをどうぞ。あなたの最初のお相手は私が魔法使いのデッキで務めさせていただきます。あなたがどんな戦い方をされるか、今からワクワク、私もワクワク。さあこちらへ。このゲーム基本プレイ無料、一部課金ありますので皆様気をつけて遊んでくださいね。さあ派手にドカーンとやっちゃいましょう。おっと出た、ゼシカ戦士テリー。まずバトルの基本的なルールからマスターしましょう。バトルはリーダーと30枚のカードで組んだデッキを使って戦います。リーダーはあなたの分身と思ってください。あなたのデッキのリーダーは戦士テリーです。私のデッキのリーダーは魔法使いゼシカです。バトルはデッキから引いた手札を使って、あなたのリーダーのヒットポイントをゼロにできればあなたの勝利。なるほど、見せてやるぜ。私のターン、カードを1枚、モモユニットカード。相手を攻撃するためには味方となるユニットが必要です。先ほど引いたユニットカードを場に出してモーモーを召喚しましょう。なるほど、必要な MP コスト、うん、マジックパワーね。カードの左上に書かれている数字が MP コスト。ちなみに私このカードバトルドラクエライバルズ初見プレイです。モーモンのユニットカードは MP1 で召喚することができます。カーソルをモーモンのカードに合わせて A ボタン配置するます。はいよ、味方のユニットを召喚。
そのターンは行動できないと。なるほど。残りの MP もゼロになりましたね。できることがなくなりました。あなたのターンを終了。これで様子見だな。 OK。 さあ行くわよ。ゼシカのターン。スライム。俺のターン。 OK。 私のターン。カードを1枚引く。お、強そうなリザードマン。ターンが進んだら使える MP の量が最初より増えているのにお気づきですか。最大値がプラス1されて全回復。ああなるほど。 MP は使い切っても次のターンに回復、惜しまずに使う。なるほど。モーモンが行動できるようになった。攻撃力ヒットポイント2。なるほど。バトルでは相手のヒットポイントに攻撃力分のダメージを与えます。なるほど。スライム倒せるな。緑色に光っている味方ユニットは行動することができます。 OK。 モーモンを選んで、ああはい、選んで攻撃対象スライム。お見事です。まだ残っている MP がリザードマンを召喚。使えるカードは緑色に光っています。あ、攻撃には別に MP は消費しないんだよね。なるほど。リザードマン召喚 MP2。 ターン終了。リザードマンを召喚しました。召喚したばかりは。これで様子見だな。オッケー。私のターンね。ゼシカちゃん。お、リザードマン召喚。見せてやるぜ。タブヤンさんのターンでさらに MP 増えて、特技カードハヤブサ切り。ユニット一体に1ダメージを2回与える。カードにはユニットカードの他に特技カードと武器カードがある。特技カードや武器カードを使うとユニットではなくリーダーを動かすことができます。あ、そうなの。ここでリーダーが動くんだ。先ほど引いた特技カードのハヤブサ切りを使ってみましょう。ハヤブサ切り。対象を選んでください。おいよ。ハヤブサ切り。おお。次に武器カードを使ってみましょう。武器カードはリーダーに武器を装備させるカード。あ、使用回数決まってるんだ。リーダー自ら相手を攻撃できる。鋼の剣。準備は整った。おお、テリーが武器を装備した。武器を装備したリーダーはそのターンからすぐに行動することができます。ゼシカ、ゼシカのヒットポイントはいくのか。28か。ああ、ダメージを与えることができた。武器の特徴は装備してすぐに相手を攻撃できるところ。なるほど。勝利まであと少し。ダメージ3。さらにリザードマンが攻撃。倒しきった。私が負けるなんて。勝ちました。お見事です。わかりやすいチュートリアルだ。お疲れ様でした。基本ルールをマスターした勇士様にはより高度な戦い方を教えします。行こう。チュートリアル第2戦。俺の
ターンだ。次はユニットの配置についてマスターしましょう。配置によって相手ユニットの攻撃から味方を守ることができます。なるほど、ユニットを前後に並べると後ろのユニットへの攻撃をブロックします。それではユニットを配置してみましょう。おう、リザードマン、ああ、恋人スライムを配置するって言ってるんだね。はいはい、失礼。ああ、後ろにね。はいはい。恋人スライム召喚。特殊能力を持つ。カーソルを Y ボタンでカードの詳細を見ることができます。Y ボタン。恋人スライムは味方を回復してくれる。おお、自動でやってくれるのか。恋人スライムの前に、リザードマンを召喚。 OK OK、 これでホイミスライムを守ってくれるってことか。なるほど。次はリーダーを守る方法。ユニットを縦に3体並べてリーダーを守る。おー、ウォールができる。おー、マジックポイントあるんだね、いっぱい。あ、この一列目でもいいんだ。オッケー。さらにもう一体召喚。なるほどな。これで直接攻撃を防ぐ。リーダーを守れる。なるほど。ブロックやウォールで防げるのは相手ユニットやリーダーの攻撃だけです。メラやハヤブサ斬りなど特技カードの効果は防げない。あ、そうなる。MP が0になりました。終了。容赦しないわよ。ホイップゴースト。スライム攻撃してきた。相手ユニットの攻撃からホイミスライムやリーダーを守ることができました。ここから先は自分で戦っていく。 OK、 やってみよう。なんだ、何を引いた。自分のデッキから武器カードを1枚引く。おう、やろう。鋼の剣装備。まずはモーモンが攻撃。倒しました。さらにリザードマンが攻撃。モーモンも攻撃。ホイムスライムは自分でやるのかな。ホイミスライムも攻撃できんの。あれ、回復は Y ボタンか。あ、 Y ボタン、あ、ターン終了時に回復自動でしてくるんだね。 OK、 じゃあ攻撃。ホイミスライムも残りヒットポイント5。鋼の剣でしょうよ。ここは鋼の剣装備。準備は整った。 OK、武器を装備したリーダーはすぐに攻撃。これで様子見だな。ホイミスライム回復。行くわよ。賢いやつだ、ホイミスライム。もう怖くない。俺のターン。いきなり鋼の、おお、キラーアーマー。これキラーアーマー召喚したいな。キラーアーマー。このターンは行動できない。とどめ刺しちゃいますか。モーモンはやっつけちゃって。 OK、 とどめはリザードマン。おいしいとこどうぞ。弱すぎる。キラーアーマー強いね。戦いたかった。やりました。チュートリアルクリアです。チュートリアル第3戦。早く修行を積んで本ちゃん行きたいね。本ちゃん
ワクワクするぜ。見せてやるぜ。まだ覚えることあるのかい？今回はテンションスキルを使ってみましょう。テンションスキル。おう。テンションを使って効果を発動するリーダーの特殊能力。リーダーのテンションゲージを3段階まで貯めるとテンションスキルが使えます。うわ、そこまで我慢できるかな。 OK。 リーダーによって異なる。カーソルテリーのスキルアイコンに合わせて A ボタンを押してください。スキルアイコン、これか。稲妻のカゴ。テリーのテンションスキルは自分を一時的に強化、相手を攻撃する。貫通能力。相手ユニットを一掃できそうです。早速テンションを貯めましょう。今回は特別に2段階まで貯まっている。 OK。 テンションを貯めたい場合はテンションカードを使ってください。あ、テンションカード一旦に一度だけ手札のカードとは別で使うことができる。あ、そうなの。マジックポイントいるんだ。ああ、マジックポイント1消費ね。テンションゲージ、いつでも使えるんだ。マジックポイントさえあれば。OK。テンションアップ。テンションスキルが使える。いつ、あ、早速使えるんだ。稲妻の顔。三日槌よ。これなら大木槌たちを一度に倒せます。え、一度に行け。おお、まとめて倒せるんだ。貫通っていうのは、あ、縦に貫通するっていうことか。なるほどね。 OK。 ターン終了。これで様子見だな。わ、ゼシカもテンション上がってきた。やばいぞ。あらまあ、痛い。ゼシカのテンションスキル。バトルでは相手のリーダーのテンションスキルも要注意ですよ。あ、ここから本番ですか。おお、スライムナイト、マジックポイント3か。マジックパワー。ここはリザードマン召喚だな。リザードマン。これで様子見だな。ターン終了。私のターンね。ゼシカ何引いてくる。5枚持ってるな、カード。お、リザードマン。見せてやるぜ。スライムベス、もっと強い方がいいんじゃない。あ、テンションスキル使えっていうことかな。テンション貯めた方がいいのか。いや、もういいよね、テンションは。あ、竜騎兵呼びたいな。竜騎兵呼びたいから、もうここは我慢ですかね。リザードマンで攻撃だ。リザードマン同士倒しておく。そしてターン終了だ。待ってる間もこれ 見てられるんだ。マドハンド召喚時、このユニットの上下にマドハンドを出す。マドハンド増殖すんの。でも竜騎兵強そうだから、竜騎兵召喚。これで様子見だな。あ、奇跡の剣も持ってる。スライム攻撃してくるな、スライムナイト。あ、テンションアップ。あ、なんか相手の方が強、勝てるかこれ。うわー、ウォール。見せてやるぜ。よし、行こう。これまずは、あ、軍隊ガニ。ダメージを与えた時、味方リーダーのヒットポイント3回復か。いや、まずはウォールを崩しましょう。これね、ス
ライムベスを倒す。ボールを崩してからの奇跡の剣。覚悟しておけ。装備してマジックポイント1。どうしようかな、テンション上げとくか。テンション上げてゼシカを直接攻撃。これで様子見だな。様子見だな。行くわよ。次どうしよう。窓ハンド増殖させようかな。あ、またウォールやだな。あー、やられた。負ける。やってやるぜ。負けちゃう。ギガスラッシュきた。窓ハンド召喚。さらに窓ハンド召喚。ウォール、そしてギガスラッシュ。縦一列にいる全てのユニットに3ダメージ。ギガスラッシュ、ギガスラッシュ。いて、お化けキャンドル。何、命のって何よ。やだな。あれ、まだ攻撃できんの。あ、攻撃できる。ギガスラッシュすげえ。私のターンね。装備してかつさらに攻撃できるんだね。ゼシカあと4。あ、メラだ。窓ハンドがやられた。スライムナイト1分の1スライムを好ませ。軍隊ガニ、これ何。あ、竜騎兵。おー、テンション上げて。軍隊ガニ召喚。窓ハンドがメラゴーストを倒してさらに攻撃。テリーは攻撃できない。マジックポイントまだ2残っている。スライムベス、スライムベス召喚。マジックパワーは残しててももったいないもんね。もうもう、これで様子見だな。オッケー、まだ動けない。さあ、行くわよ。ゼシカ、ヒットポイント残り3。あ、テンションアップ。猫窓をなんかしてきた。スライムナイト、テンションアップ。稲妻のカゴ、三日月よ、俺に力を貸せ。攻撃、もうゼシカでいいでしょ。ウリア、そんな嘘でしょ。たっぷり遊びました。手こずりましたけど勝てました。 MP が余ってる場合テンションを貯めると良いでしょう。なるほど。次でチュートリアルは終わりです。頑張ってください。オッケー、いくぜ。チュートリアル第4戦。いよいよ実戦形式。まずコイントスで先行方向を決めます。私が先行、タブヤンさんの先行。先行後攻でバトル開始時の手札の枚数と、テンションの段階が異なります。あ、先行の方が有利だからってことか。先行のプレイヤーは手札が3枚の状態、後攻のプレイヤーは手札4枚、テンションゲージ2段階。おー、後攻の方がいいんじゃないのこれ。デッキから引いた手札を一度だけ引き直すことができます。そうなんだ。
最初の手札は一度だけ交換できる。実戦では MP が1から始まります。最初からカードを使えるようにコストの大きなカードは引き直しておきましょう。あ、なるほど、交換ね。あ、全部2枚とも。そうか、使えねえカードは置いとけっていうことか。相手は高校なので、テンションが2段階の状態から始まります。それやばいな。もし操作に困ったら R スティックボタンを押し込むと操作ガイドが見られます。 OK、 R スティックボタン、ほうほうほう、 OK。 まあ今は覚えてる範囲内でやってみよう。バトル中はいつでも見ることができるので OK。 ゲームルールは全てお教えしました。 OK、 スライムベス召喚。これで様子見だな。オーケー。容赦しないわよ。うわ、3段階目じゃん、もうテンションやばいじゃん。フレンの炎で焼き尽くしてあげる。痛いじゃん。やってやるぜ。リザードマン召喚できる。召喚。先行の強さはこっからか。スライムベスが攻撃できる。これで様子見だな。さあ行くわよ。何を引いたやつは。俺のターン。よし、ここで、あ、武器装備できる。ここはスライムナイト召喚だ。スライムナイト。モンスターたちを信用する。そして攻撃力3でしょ。こっちは攻撃力2。これ倒せる。モーモンで倒した方がゼシカに与えるダメージは大きくなる。これで様子見だ。オッケー、1ポイント5。ゼシカ追い詰めるぜ。スライムナイト来た。見せてやるぜ。オッケー、マジックっぽいパワー4だ。ギガスラッシュ。鋼の剣どうしようかな。ギガスラッシュだ。いけい。ギガスラッシュ。倒した。さらにテンション上げて、あ、テリー攻撃できない。ギガスラッシュ、あっそう、あ、スライムが残ってる。じゃあスライムナイトがやれ。スライムナイト倒したらスライム残るんだ。そういうことか。あれ、そうか、ギガスラッシュはそれで終わりなんだ。しかしリザードマンが攻撃、あと一撃だ。追い詰めたぞゼシカ。俺のターンだ。オッケー。軍隊ガニ、何、初めて来た。自分のターン開始時、この軍ユニットの前後に軍隊ガニを出す。すげえじゃん。もう終わりだけど。置いときたい。ここに置いといたらいっぱい出てくるんじゃないの、軍隊ガニが。あ、これでもウォールになるんだ、斜めでも。あ、勉強になりました。攻撃力2だから倒せる。テンション上げとこう。テンションアップ。あ、このターンでは倒せない。でもその方がいいかも。これで様子見だな。もうちょっと楽しみたい。ゼシカモンスター召喚か。テンション3になったんじゃない。どうだ。フレンの炎で焼き尽くしてあげる。あら、まあスライムやられちゃったけど。見せてやる。軍隊ガニ。ターン開始に合わせ効果発動。これ何、カメレオンマン。味方リーダーが攻撃するたび攻撃力プラス1。へえ、面白い。鋼のつる、ルキーだね。鋼の剣装備。
さらにテンションアップ。これでテンション高まったので攻撃力プラス3、貫通能力、俺に力を貸せ、軍隊ガニ攻撃、攻撃力3だからこいつだ。テリーいっちゃって、やりました。私が負けるなんて。チュートリアル卒業です。お見事です、タブヤンさん。あなたならナミールプレイヤーたちに勝利し、バルカドの頂上へたどり着けることでしょう。それでは戦いの準備をします。少々お待ちください。追加データダウンロード。ということで次回本戦が始まります。